皆さん、こんにちは。サスケくんこと森本です。今回はサスケ選手の本番前のルーティーンということで、僕の本番前のルーティーンを、お見せしたいなと思います。それでは、ぜひご覧ください。収録前日はいつも恒例で、パスタを食べてます。完成や。やったるでー。頑張ります。本当に親子揃ってラストクリアするぞ。どうです？わかった。我か。まあこれでも一部なんですけど、かなりの量ですね。なんか知らないけど、まつげパーマかけたんだって。なあ、まつげパーマ、おい。はい、本番前のルーティーン、まあその一つですけれど、爪のチェックっていうのを毎回出発前にしています。これ長すぎるとクリフハンガーやバーティカルリミットで割れちゃったりするので、まあそういうことがないように切り揃えて、本番に向かっています。小指のところとかですかね、若干ここら辺伸びてたりとかしますんで、まあそこら辺の細かいところを、整えていきます。本当に0.1ミリ単位ぐらいですかね。慎重に綺麗に爪を整えていきます。これ爪はですね、長すぎたらもちろん割れてしまうっていうリスクがあるんですけれど、短く切りすぎても、クリフにぶら下がった時の感覚とかが変わってしまうので、慎重に深爪しないように整えていきます。こんな感じですかね。ちょっとだけこう白い部分を残すぐらいの感じで、こうやって細かいところも完璧にして、本番臨んでいきたいなと思っています。はい、続いての本番前のルーティーンなんですけど、荷造りをしたいと思います。こんな感じで、アイデックの T シャツとか本番で使うシューズとか、まあ、そういったものを今から入れていきたいと思います。各ステージの荷物なんですけれど、こういった各ステージで使うシューズ、滑り止めですね、全部別々のバッグに分けて入れるようにしてます。まあ、結構昔の僕、本番会場であれ、滑り止めどこ行っただろうとか、まあそういう荷物がどこにあるかわからないっていうことがありましたので、今はステージごとに、まあ、荷物が、すぐに取っていけるように分けて入れるようにしています。まあ、これはファーストステージですね。シューズであったり、あと滑り止め、そして、シューズカバーですね。まあ雨の時とかシューズが汚れないように、まあ、これ一応右左分かるように、手書きで RL というふうに書いてます。サスケの本番をやるための大事なシューズですね。まあ、こちら荷造りするときは、必ず実際に履いてみて、まあ、本番前本当にこの感触問題ないかっていうのをチェックして、バッグに入れるようにしています。実際に履いてみて履き心地に問題がないかしっかりチェックして、問題がなければバッグに入れるようにします。はい、荷造りなんですけれど、毎回このようにチェックリストを作って、荷造りをしています。本番の荷物に抜け漏れがあったら、まあ本番例えば靴がないとか滑り止めがないとか、まあそういうことになってしまいますので、抜け漏れがないようにこういったチェックリストを作って、荷造りをしています。まあ、かなり僕の場合荷物大量になりますので、まあ、先に荷物をホテルに送ったりとかして、まあ、移動の時の
負担を軽減するように工夫をしています。それぞれのユニフォームも、まあ、汚れがないか問題がないかチェックしてます。では全ての準備を終えましたので、今から大阪を出発して、関東に向かいたいと思います。無事にホテルに到着しました。こちら事前に送ってた荷物も含めるとかなりの量になってます。事前に段ボール2つ送っておいてよかったなと思います。収録前日はいつも恒例で、パスタを食べてます。それでは入りたいと思います。はい、注文してたパスタが来ました。毎回これを収録前に食べてます。パスタはすごく糖質を、摂取できる食べ物で、スポーツ選手はすごく試合前などに重宝してます。まあ、僕もずっと初出場の時から収録前は必ずパスタを食べるようにしています。これ野菜ジュースですね。ビタミンのやつです。パスタ完食しました。すごく美味しかったです。じゃあこれで明日からの収録頑張りたいと思います。ついに聖地緑山に到着しました。すごい気が引き締まる感じですね。今回こそ前回のリベンジを果たして、完全制覇 V3 成し遂げたいと思います。頑張ります。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。